玉県川口市では昨日家族で防災への知識を深めてもらうという催しが開かれました。この催しは大手不動産会社や NPO 法人などが企画したもので、川口市にある商業施設には防災に関連するさまざまなブースが設けられました。このうち家具の転倒をテーマにしたブースでは、阪神・淡路大震災で多くの人が倒れた家具で下敷きになって怪我をしたことが紹介されました。そしてミニチュアの家具を使って家具と天井の空間に物を詰めて滑り止めをつけた段ボールの箱を隙間なく置くだけでも転倒の防止に効果があることが説明されました。また食器の代わりにチラシで皿を作るコーナーも設けられ、子どもたちが真剣な表情でチラシを折っていました。地震が来たら今日覚えたことをやろうと思った。防災に対しましての備え、それについて気づきですとかお子様方と語っていただける場がつながればいいかなというふうに思っております。関東甲信越の気象情報です。